センチュリオン、センチュリオン、センチュリオンは、イギリスで開発、量産された戦車であり、第二次世界大戦後第一世代の主力戦車でもある。イギリスで、正式装備されたほか、各国にも輸出され、使用された。センチュリオン、センチュリオンの名称は、ローマ軍団のセントゥーリオ、百人隊長、ケントゥリオに由来する。第二次世界大戦までのイギリス陸軍では戦車を、 機動戦に使用する高速力の巡航戦車と重装甲で不評を援護する不評戦車に分けて開発、運用していた。しかし北アフリカ戦線や西部戦線におけるドイツ軍との戦闘で巡航戦車は速度と引き換えにされた装甲の貧弱さ、不評戦車は重火力と引き換えにされた機動力の無差が明らかになった。また、ドイツ軍の重戦車を 激破可能な17ポンド砲は、どちらの戦車にも砲塔が狭すぎ搭載できなかったため、巡航戦車と不評戦車それぞれの長所を兼ね備えた強力な新型戦車の開発が進められた。その開発は1943年10月に A41 重巡航戦車として始まり、イギリス国内での鉄道による輸送や米林式、公平化業での渡可を考慮しつつ、 最大限の車幅を確保して設計された。これにより、大直径の砲塔リングが使用可能となったことで17ポンド砲を搭載し、ドイツ軍のティーガー中戦車と正面から打ち合える火力と装甲を持った。厚い装甲と火力を備えることを最優先とし、さらに新開発のサスペンションは、当時最新のトーションバー式と比べて、基本構造は旧式だが、整備。 交換性の良さと、車体溶積の拡大及び探偵試射撃のの振動時間短縮の面で、総合性能としては同等かそれ以上であり、実用上は何も問題はなかった。原型20両は、ミドルセックスの AEC 車に1944年に発注され、1945年に最初の6両が完成し、4月には、従順航戦車、 A41 センチュリオンと命名され、翌月に英陸軍に引き渡されたが、最初の戦場になるはずだったベルギーへの輸送中に、ドイツが降伏したため、本格的な戦闘は経験しなかった。使用の結果、1から15車に搭載された 20mm 機関砲は、上院により無用と評価され、以後機関銃搭載型が生産された。プロトタイプとは別に、 一体中造構造の新砲塔が戦中に製作されており、これを車体全面走行を強化し、エンジンをミーティア E は最終減速機のギア比をプロトタイプの6.94から7.47に変更した車体に搭載した車両が A41、A センチュリオン m k に第1号車として採用。そのままの形で、ビッカース・アームストロング車とロイヤル・オードナンスの リーズ工場で製造さることに45年8月に決定した。センチュリオン MK3 からは攻撃力の高い20ポンド砲に換装し、射撃を安定させるスタビライザーを搭載した。朝鮮戦争で初めて実戦を経験した MK3 はその高い能力を証明し、同戦争で用いられた戦車の中で最高の評価を得た。設計は堅実で、 発展の余地があったため、その後もセンチュリオンの改良は休みなく続けられ、やがて20ポンド砲に変わる火力として、後に西側第二世代戦車の標準装備となる L7105mm ライフル砲を搭載した。イギリスではチーフテンが配備されるまでの20年間 MK13 まで回収を重ねて主力戦車の重積を果たした。さらに各国で、 独自の回収型、派生型が開発され、南アフリカのオリファントのように外見上はもはや別物化したものまで存在する。インドは、インパ戦争でセンチュリオンを投入し、パキスタン軍の M47 及び M48、パットンと交戦し、待ち伏せ攻撃により圧勝した。また、オーストラリアは、ベトナム戦争の派遣軍に参加する際に、センチュリオン MK を、 一応投入したが、戦車戦は発生しなかった。同軍の車両は、野州に備え砲塔前面に大型のサーチライトを装備し、また、工具箱や砲塔後部のバケット、車体前面につけた予備天輪などをスペースドアーマー代わりにすることで、RPG の攻撃にもよく耐えたという。また、南アフリカもナミビア経由でのアンゴラへの進行。 にセンチュリオンを投入し、アンゴラ軍の T-54、55や T-62 と抗戦している。同国では人種別隔離政策、アパルトヘイトを行っていたため、先進国から禁輸措置が行われ、最新兵器が輸入できない状態であった。1976年より、センチュリオンの近代化改良型の開発計画が始まり、 同年、最初の試作車が完成し、翌年1977年には2両目の試作車が完成。1978年に3両目の試作車が完成し、最終段階でオリファント MK1 戦車として、南アフリカ陸軍の正式装備として採用された。1985年からアンゴラでの戦闘に、改良改造型のオリファント MK1A が投入された。 1991年以降に開発されたオリファント MK1 バイトに旧型車が順次改造されており、これにより南アフリカ陸軍の主力戦車のスペックを飛躍的に向上させた。オリファント戦車がこうした滝にわたる大掛かりな改修・改造を成し得たのはベースとなったセンチュリオン戦車がもともと頑丈な設計で車体規模にも余裕があったためである。 センチュリオンは朝鮮戦争での活躍から世界各国で主力戦車として導入されたが中でもイスラエルに導入されたセンチュリオンは改良を加えられ幾度かの戦役に参加し活躍したイスラエルはイギリスとチーフ展改良型の共同開発の契約を結びその契約の一部として同国で余剰化していたセンチュリオン MK3 を導入その後も イギリスやオランダの車両更新に伴う余剰センチュリオンを大量に購入した。期待を受け、イスラエルに導入されたセンチュリオンではあったが、元来ヨーロッパでの運用を前提として、設計されていたために熱波と細かな砂塵にさらされる中東で各種のトラブルが頻発し、当初の搭乗員の評価は散々なものであった。しかし、その後の手法やエンジン、トランスミッションなどの感想により、 第3次中東戦争、カ日間戦争や、第4次中東戦争、ヨムキプール戦争で、メリカ製の M48 パットン、M60 パットン、マガフと共に、アラブ連合側のソ連製 T-55 や T-62、ドン撃戦を繰り広げ、特に、シリア機構部隊と激突した涙の谷の戦闘では、戦場が破壊された戦車の墓場となった。その後、 主力戦車の座はメルカバに譲ったものの、対戦車ミサイル対策として、リアクティブアーマーを装着して、レバノン内戦などにも投入された。現在は戦車としては退役したものの、その地雷などへの対抗性を買われて、ナグマショットやブーマなどの装甲兵員輸送車や、不評戦闘車、戦闘工兵車に改造され使用されている。センチュリオンの改良により得られたノウハウは、 メルカバの開発に大いに活かされており、特に旧式ではあるが交換が簡単で、車内容積を広くできるホルストマンサスペンションなど、走行装置の構成はセンチュリオンに酷似している。FV4005 ステージアイ、スタゲイ、センチュリオン MK3 からの部材を利用し、1950年内早期に開発が始まった体重戦車自走砲である。当初は、 自動装填装置を搭載し、試験は行われたが、装置が、砲塔に収まらなかったことから搭載は諦められた。試作者が一両製作され、試験に供されたが、大量生産に移ることはなかった。FV4004 の結果を受けて、センチュリオンに 120mm 砲の搭載は、取りやめられたものの、イギリス軍はセンチュリオンをベースに大口径砲を、 搭載すること自体を諦めたわけではなかった。さらなる火力向上を目的として、L483mm 砲の搭載へと目標が変更されたのである。新たに FV4005 として登場した本車両には、やはり FV4004 の最初の状態と同じく限定旋回の方が取り付けられていたが、大重量の砲弾に対応すべく、 気力装填装置が追加されていたの重量があった。どのような弾種が用意されていたか不明だが、183mm 砲の砲弾も相当な重量があったと推測される。当時の写真でも砲の後ろに装備された装填装置らしきものが確認できる。こちらの車両も後に軽装甲で砲の全集が囲われた。f v 後も試作車が一両だけ完成したが、 計画は1957年に中止されたため、183mm 砲、搭載車両の実戦配備は実現しなかった。ちなみに、FV40005 は、現在でもボービントンに実車が保管されており、その姿を見ることができる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。